何らかのカスタマイズをしてそれで遊ぶタイプのゲームがあります。メカモノなんかに多いですね。今回の話は一応カスタマイズとしましたが、武器選択やスキル選択などにも通ずるところがあります。こういったゲームはそのカスタマイズをしている作業そのものが楽しいし、その作業を楽しませるものでなければならないと思っています。実は物を作っているような時にもそうです。多くの制作物やプレゼン物はそれを受けた人の反応などを想像しながら打ち込むもので、良いものを作るには第三者の反応を意識することが不可欠だと思います。カスタマイズが深いゲームは必ずしもその結果だけではなくて、制作工程やその UI などに気を配る必要があるのだろうと思います。正直作業と言えるわけだから面倒な側面もありますよね。だけどその作業の末、どんなメリットが得られるのかははっきりしたい。そのために考えられることを5つほど挙げたいと思います。まず1つ、効果を図解する。例えば攻撃範囲が明示されるとか、攻撃力の差を数値で表示した作品は多いのですが、単に数値の序列ではなく直感的に分かるような仕組みがあるべきですね。2番目、メリット・デメリットがはっきりしていること。例えば先ほどの攻撃範囲の場合、範囲が広いが射程が低い武器、範囲が狭いが遠くに飛ぶ武器など使いこなしに意味があるものがカスタマイズを分けると思います。明示も必要だし、極端気味に個性をつけることも必要かと思います。3つ目、カスタマイズするものを選びやすい。選択物の多さはコレクター要素でもあるのだけど、非常に多くあることになります。ソートや仕分けなどでスピーディーに選べればと思います。見た目ではわからないパーツや武器が並ぶとか、アイコン上でその違いをわからなかったりすると大変なので、区別がつきやすいことはまず必要。UI 的にさらに選びやすいようになっていればより良いですね。また強い装備の自動装着は何であれ不可欠だと思います。4番目、お試しが迅速。できればカスタマイズした結果をすぐに試せることができれば良いですね。カスタマイズしながら試せれば効果も上がります。5つ目、デザイン的にかっこいいもの。やはりかっこ悪いものは遊びたくないですから、何にしてもかっこいいのは大事ですね。性能が全くなくたって着せ替えだけで楽しいものです。それだけで成立しているカスタマイズだってあります。まあ、かっこいいはかわいいでもいいんですけどね。カスタマイズは単なるゲーム性とは別の質の楽しさを生みます。その付け替えや内容についてしっかり見据えていくのは大事だと思うのですよね。